忍者パパのクッキングです。今日は、まあ、時短節約メニューということで、今日はこのご家庭どこにでもあるこの卵、あとはこの超激安のこれで60円ぐらいなんですけど、このカニカマ、これを使って、まあ、本格中華の天津丼、カニ玉丼ですか、を作っていきたいと思います。もう時間もあっという間にできますし、材料も卵なんて今時これ10個でまあ150円ぐらいなんで、1個15円で、ね、2個使ったとしてもまあ30円、あとはこれで60円なんで、ほんの少量しか使わないんで、天津丼1杯がまあ6、70円で作れるっていう、そんなレシピを今日は紹介したいと思います。それでは調理スタート。はい、それでは天津丼といえば、この甘酢あんなんですけど、よくかかってますね、甘酢あん。それをもうこのように、合わせ調味料としても配合してありますので、これのレシピを今から言いたいと思います。こちらのレシピは水 300cc、酒を大さじ2、みりん大さじ3、醤油大さじ3、ケチャップ大さじ1と2分の1、砂糖大さじ3、酢大さじ1と2分の1でできています。もうこれだけ合わせておけば、あとは、鍋に入れて片栗を止めるだけで完成になります。これに一煮立ちさせていきます。はい、このように煮立って沸騰したので、ここで、水溶き片栗で、水溶き片栗はまあ普通の片栗粉っていうに水を合わせて合わせてまあ、混ぜたものです。これを、まあ沸騰したところにですね、入れた方が、そしてすぐかき混ぜる。じゃないとダマになりますので、入れたらまあすぐかき混ぜて、このように。もうちょっと濃度つけたいときは、常に入れながら、すぐ混ぜるんですね。そうするとダマになりません。はい、こんな感じ。はい、これであとは、もうあんができましたので、あとは卵焼くだけです。それでは卵焼いていきたいと思います。はい、そうしたら天津丼の生地の卵の用意なんですけど、今日はまあ卵まあ2つでもいいんですけど、今日はまあ3つ使ってきます。ちょっと贅沢に、まあ、こんなもんにしておきましょうか。3本、でこれをよく混ぜていきます。フライパンで、こちらのフライパンであとは焼くだけです。なので焼いていきたいと思います。まず、まあ、火をつけて、油、まあ、適当ですね。ちょっと少し多いめの油がいいと思います。というのも卵は結構油を吸い込みやすいので、すぐ油がなくなってしまうので、少し多め。そして本当にこれはあればなんですけど、このようなラード、豚の油、スーパーなんかで150円ぐらいで売ってますので、これを少し入れるだけで、ほんの少量入れるだけで、お店のようなコクが出ますので、あったら入れていただいて、でもかといってこんなの安いの、このためにラードをわざわざ買う必要は全くありません。なければ油でも全然結構です。もう本当に一瞬です。超時短メニューなんで、まあ、ご飯をこのようによそっておいて、そしたらじゃあここからはもう、まあ、ノーカットでやっていきたいと思います。まあ、ノーカットって言っても本当に数秒でできてしまうので、じゃあここに卵まず流し入れます。高温に熱したところに流し入れます。そしたらここで、これは強火でいいです。ちょっと弱かったかな。このようにスクランブルエッグまではしないんですが、少しかき混ぜてあります。で、少し間に真ん中に寄せて、あんまり大きすぎで、この半熟の時点でここでひっくり返していきたいと思います。あんまり火が入りすぎても美味しくないんで、じゃあいきます。はい、こんな感じ。少しぐらいね、形はいびつになっても全然大丈夫です。はい、そうしたらもうここ火を消して、あとは余熱で火を入れます。そしたら先ほどご飯盛ったところに、このように卵、やっぱ2個でも十分でしたね。これ3個入れちゃったけど、
はい、こんな感じ。あとはちょっとこのように畳んでいけば全然問題ないです。あと先ほど、このあんですね、これをそんなに味もきつくないのでかなり多めに、そして足りなかったらまた再度かけていただいて、こんな感じですね。そしてこれもなくても結構ですが、仕上げ彩りでですね、まあ、こういうスナップエンドウなんか、インゲンとかスナップエンドウなんかあればより美しく見えますので、もしあったら使ってみてください。はい、これで今日は超簡単時短節約メニュー、カニ玉丼の天津丼の完成となります。それではこれより実食したいと思います。はい、それでは今作った天津丼ですね、これを実食したいと思います。めっちゃくちゃうまそうです。このあんもちょうどいい濃度ですね。じゃあいただきます。豪快に。これでもう6、70円でできてしまうので、しかももうお昼ご飯とかにも最高ですよね。こんな感じ。いただきます。うん、うまい。あ、うん、美味しいね。甘酢あんが足りた。甘酢あんもっとかけたい。もう大丈夫。甘酢あんが結構味が全然濃くないんで、いっぱい大量にかけても全く問題ないですね。そんな酸味も感じないし、そこまで、うん、十分美味しい。うん、うまい。それでやっぱ少しラード入れてるから、やっぱ豚のちょっと香ばしさも出て、めちゃくちゃ美味しくできました。結構一皿で丼これだけでも満足感ありますし、他にあの卵に野菜なんか混ぜても美味しいかもしれないですね。キノコとか、あんにキノコ入れてもいいですし、結構アレンジも効くと思うんで、ぜひ作ってみてもらいたいなと思います。はい、それでは今日は、超簡単時短節約レシピ、節約メニューの、天津丼を作りました。参考になった方、もしいましたらいいねボタン、あとはチャンネル登録で応援していただけると嬉しいです。今日もご視聴ありがとうございました。